いやー、なんかすごい可愛かったわ、ゆるみさん。何からしようかな。これはちょっと形もまあ気になるんですけれど、とりあえず今だったらベースの肌の色はこの色にしないですね。もっと明るくするかも。もっとこれぐらい明るくして、私このゆるみさんのやつ気に入ってるんですよ。これ大昔に配信で書いた気がしますね。まあアーカイブないんですけど あまりにも虚無ったのでアーカイブはないんですけど、まあ具体的に落ちかけっていうのはここら辺のゾーンがね、すごい気になってるの、私は今。多分手の影がね、落ちると思うんだよね。どう落ちるかはわからないが こういうわからないがって時は、ちゃんと自分で写真を撮るんですよ。今日はちょっとめんどくさいんでやらないですけど、まあ、多分このように。でもなんかこうデコルテとかに手の影を落とすの結構なんかセクシーでよくありません？このポーズ撮るってこと？いや、私のスマホやばいですよ。私の書いた絵文、同じポーズの私が写ってますからね。まあ、すぐ消すんですけど、やばいですよ。面 言でくれ。やるわけねえだろうが。すいません、面言の人。面言の、配信待たしちゃってすいませんね。ちょっと近々しますんで、お待ちください。痛っ。